学時の先輩が考えました。ジャズダンスやヒップホップも練習し、中学校総合体育大会やダンスコンテストにも挑戦しています。また地域の行事や万博時も老人施設でのボランティア活動も積極的に行っています。中学校からダンスを始めた子が多く、まだまだ力不足ですが、踊ることが好きな気持ちは全然負けません。今日も精一杯を頑張っています。